マリーンフラワーにニから岩屋港本社が入居する岩屋ポートビル赤カ港のリバーアワジジェノバラインは兵庫県淡路市の岩屋港と赤カ市の赤カ港を結ぶ航路の運航や期間限定にて神戸港を置き赤カ海峡を周遊する航路を持つ旅客船海運会社である。なお2008年5月18日までは淡路市 富島港と明石港との航路の運行を行っていたが、現在は休止している。高速前子岩屋ポート間の海峡シャトルバスと明石、淡路フェリーが運行休止となった現在では、本州と淡路島の岩屋地区との間の公共交通は、この高速船のみである。ちなみに、岩屋地区から近隣の高速バス停留所である宇崎、淡路インターチェンジまでは大きく離れている。 赤石海峡大橋が自動車専用道路であるため、自転車による淡路島一周のアクセス方法の主要な手段である。休止中航路各コースとも期間限定での運行である。2008年度は7月19日から10月19日までの土曜日日曜日仕組みに運行。この他にも日曜日仕組みに赤石港を13時発1日1席限定で貸し切りすることもできる。 2014年度は7月から淡路島を一周し、小豆島を立ち寄る一泊二日のツアー、ぐるっと島めぐり瀬戸内海クルーズの旅を実施。船舶を活用した新たなツアー企画で交流人口の拡大と地域活性化を図る兵庫県ツアー増生促進事業の一つ。赤子港発着の港底2 4 3トルをジェノバ市で、ツナ港、スモト港、ふく港、 富島港、坂手港を訪れる。2015年度は、淡路花博開催に合わせて、船で行く、淡路花博2015を実施。船舶とバスを利用し、開催地3カ所を巡るツアーを企画した。なおこれらの企画は、明石市の旅行会社、ジェノバ観光事業部によるもの。大型船、マリン、淡路、自転車、オートバイが乗船のため待機中小型船。 レッドスター2小型船、ジェノバ1個のほか、神戸、関空米シャトルの予備船であった、シャルマンを要請したことがある。原則として、平日の早朝、夕方以降と、と休日の深夜のみの運航である。ありがとうございます。